何？お、見てる？これは重い。お、重い？お、おお、2枚じゃん。3枚じゃん。寒いな。鼻水が止まらん。塩味噌目で、塩味噌でグルタミン味噌目で様子を見よう。こっち方向。お、え、でけえな。それキープしとでけえな。え、回せないの？今のやつ。よし、来た。乗ったべ。乗ってねえよ。マジで？乗ってない？乗ってたね。かけんなよ。そのあざ、唐揚げサイズだな。取っといてくれ。曲がれ？あ、黒？あ、違う、曲がれか？なんだこれ、曲がれ。今と同じ方向投げるぞ。うん、あ、うん、一回軽い合わせ入れて、強すぎない合わせで、うん、いいねいいね、軽い。あれついてなかったらマジで分かんない。最後までやってみる。なんか手前のあの辺だけ危ないんだよ。あの辺来たらもうね、あ、軽いかな。あー、やっぱ小さいんだね。ナイス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 ナイえ？やだよ、あそこ何回か落石もあったところ。いやいやいや、落石はやめるべ。今日しかも海側からの風に切り替わるからひどくなっちゃうぞ。あ、お、来た。乗った？
こっちだべ。どうサイズは、うん、え、ちょっとサイズアップ？うん、おー、いいじゃん。お、曲がれ砂砂だ。お、いい砂じゃん。いいじゃん、いいじゃん。結局フランチか。針何個つけてるんですか？4つ4つで、これが拾ったネット？そうだよ。チョビさんからもらったやつは大事にしておかないと。でね、短めでいいかな、このくらい。これ半分に切ったぐらいかな。おお、いいね、いいね。釣れそうだね。これ翔さんの釣り方だな、うん、これ釣れるんじゃねえか、ホッケ釣れるじゃない。いいじゃん、いいじゃん。うん、いいね、ホッケ釣れるわ。糸付けしてねえか、安いかな。あ、結構手前まで寄ったからかな。あ、いや、糸付けしてんの。お、お、ついてんな、これちっちゃいの。多分、え、でも糸付けから27号の重り引っ張ったんだよな。お、まあまあな、あ、違うかな。あ、いいかも。このサイズで糸吹けすんだ。え？あ、でもちょっとずつ良くなってる。このサイズならさ、自分で投げて自分で釣るのいいだろう。どう？かかったんだよ。お、いいんじゃない？どう？うん、かかっ、あ、あ、お、いいぞ、シン、早巻き、早巻きで、横に上げちゃえ、そう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 、ナイス。プロか、曲がれか。お、でけえじゃん、曲がれるじゃん。でかっ、シンがでかった。でかいっしょ、これ。え、横近くに、うん、ダンスしてる。おお、拾ったネット、横でかいな。曲がれ、曲がれずに消してるよね。あれ、ついてね、ついてね。あ、右ついてる。シンさん、当たった右の手前ついた方、うん、小さいか大きいか知らんけど。お、お、まあまあな、まあまあな気がする。あ、結構重い。え、どうしよう、これなんか失敗しそうな気がする。ちょっとさ、パパ下降りるからさ。あれ、シンヤでかくねえ。あれ、何の抵抗だ。
あ、まあまあまあ。あれ、もっとでっかいやつだと思ったんだけど。そうだね。ああ、あ、そう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 。おお、撒き散らしてる。着。ああ、よかったですね。余一全然みたいですよ。さっきも連絡来ましたけど。はい、お疲れ様です。よかったですね。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。手外しちゃった。カレーなら、カレーって分かったらもうちょい食わした方がいいか。小さいの2枚釣れた。うん、熱いな。青いの当たりあったの。ホッケだったら外れてる。うん、ホッケなら外れる可能性。ホッケじゃない。はい、じゃあもう巻いていいんじゃない。あと合わせる。もういい。お、ついてる。これ重い。お、重い。お、おお、2枚じゃん。3枚じゃん。だって黒ガチがいると思う。本当。お、黒だ黒。ああ、いいポイントなんだやっぱそこ。船水だ。船水だ。ナイス。一番ちっこいのリリース。トリプル。お、やっと黒ガチ出たな。ハンモックだ。ハンモック。うん？いい仕掛けだな。外に釣れるけど小さい。はい、うん、でかい。お、お、2枚。ナイス。曲がれ Oh!